うございます。リコー TV です。ミノを2つ買ってきましたよ。まあでもね、パッケージは違うんですけども、実はね同じミノーっていうことで、 X80 ジュニアのソルトウォーターと X80 ジュニアね、これまあバス用のラインナップで、こっちがねシーバス用っていうことで、こんな感じでねパッケージがね違う感じで売っているんですけども、価格はねまあ両方同じ1650円、こっちも1650円ね、パッケージだけ違うよっていうことで、まあ海用とねブラックバス用っていうことでいいと思うんですけども、まあこのね X80 ジュニアね、これ結構好きなミノなんですよね。例えばワンテンにもワンテンジュニアっていうのがありますけども、ワンテンジュニアがこう横にこう水を切り裂いていくイメージで使うとしたら、これはなんていうか、まあ横に水を押していく、そんな感じで使うんですけども、そんなことでね、まあ好きな色味があったら買っていこうっていうことで、見かけたらね、買うようにしてるんですけども、そういえばね、パッケージ違うなと思ってね、ちょっと重さなんかもね、測ってみたいと思いますよ。まずはね、じゃあね、こっち X80 ジュニアの LZ ワカサギっていうカラーですかね、これね開けていきたいと思います。これなんかね昔ながらのねパッケージって感じですよね。このパッケージを見るとまあなんというか安心するというか、昔からあるメガバスのパッケージって、開かない開かない、はいね、こんな感じで開けますよね。はい、出てきました。X80 ジュニアっていうことで、あーすごい。この背中の細かいね、カラーリング。ね。で、横っ腹こんなキラリーンとしていて、で、腹にね、文字も入っていて、こんな感じのね、これがね、まあ、ブラックバス用って言っていいんですかね。引き続いて、こちら。海用って言われてる、まあ、SW って書いてありますからね、ソルトウォーターっていうことでいいと思うんですけど、これを開けていきますと、おさっと出てきた。はい、これまたね海用のいい感じのカラーですけども、このカラーがですね GG ピンクレインボーっていうカラーですね。まあこんな感じで、おー、あ、そっかそっか、もうまあパッと見てね、これ針が違うんですね、まず。はあ、そっか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 。あ、全然針が違う。ね、こんな感じで。まあ、海用というかですね、なんかまあ、サビにも強そうですけども、ちょっとね、ブラックバス用より、丈夫そうな針がついてる。まあこっちはですね丈夫じゃないっていうか、まあなんだろう、まあでもこっちに比べたら細軸のですね、よりなんだろう、初期バイトがパンってかかりやすそうな、そんな感じの径の針がついていて、ソルトウォーターの方にはねちょっとこう太軸、まあこっちより太軸の針がついているっていうことで、あとね、まあカラーリングもねだいぶね、海用とバス用だと違うんですけども、まあ形とかはもちろんねこんな感じで一緒ですよっていうことですね。じゃあね、あとね気になったのが、はい、あとね重さの方を測っておきたいと思います。まずねこっちブラックバス用のやつは、5.6g って表示しましたね。続いて海用、6.3g って出ましたね。あー、そっか、この針の重さでだいぶ違うのかななんていうふうに思いますけども、 5.、まあ、さっき 5.6 だった、 5.7 ってできたとして 6.3 ね、こんな感じなんですけども、はい、ということでね重さの方を測っていきましたけども、ここら辺の多分使うね針によって重さがね若干変わってくるのかななんていうのを感じましたけども、まあブラックバス用で、まあ、サスペンド気味に調整されているものと、海だとねあのシンキングプラグなんていうのをよく使うので、まあそれに、寄せて少し重めで少し沈むような、そういったセッティングの違いがあるのかななんて感じましたが、どちらかっていうとですね、これ SW っていう風に買いましたけども、これね
ブラックバスで使おうなんて思ってね、このカラー買ってきたので、まあそこでちょっと、細軸で、なんだろう、サスペンドからちょっとスローフローティング気味で使いたいときはここら辺でスプリットリングとか調整して、使っていって、はたまたね、海用にもね、結構ブラックバスに流用できるような魅力的な、カラーがたくさんあるので、そんなときはね、これちょっとね、大きめ、ごつめの針がついているので、ここら辺を少しね、細軸小さめにして、またね、ブラックバスで使いやすいような、まあ、比重に変えて使っていこうかな。まずはね、でもいい針がついているので、まあ、これはね、まあ、止めて使う時用に使って、で、こっちはね、シンキングっていうよりも、もう止めないで、ただ巻きで使う時は、まあ、飛距離を重視して、こっちを使おうかな、なんていう風に考えております。ブラックバスでこうシンキングで攻めてくってこと自分少ないので、ただまあ、こっちの方が少しね、重い分、こっちより、カット分、ね。なので、それでちょっと飛距離を生かして、で、止めないでただ巻きで魚がよく食ってくるようなんていう時は、この SW 仕様の、80ジュニアを使っていこうかな、なんていうことで、釣り具屋さんに行くとね、こんな感じで、ソルトウォーターコーナー、はたまた、ブラックバスコーナーでね、パッケージも全然違った感じで売ってるんですけども、まあ、使っている針と、重さなんかも、若干違うよっていうことで、まあ、ここら辺ね、その、これから春のね、箕面が効くシーズンなんかに、いろいろ試してみたらいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。まあね、こっちのこの針なんかね、デカバスかかった時なんかにね、すごい効きそうなんで、まあ、これもボックスにはね、ブラックバスに行くときに忍ばせていこうと思います。というわけでね、このソルトウォーター仕様とブラックバス仕様、2つねたまたま買ってきたので、どんな感じなのかね、重さ測ったり、仕様の違いを見てみたりしてみました。はい、釣り子 TV でした。